日本東京都八王子市、初沢町、初沢町は東京都八王子市西南部に位置する地名。定番を持たない単独町名であり、住居表示未実施区域。郵便番号は1930845。東は狭間町、東浅川町、西と北は高尾町、南は立町と接している。高尾駅周辺に商店などが集中しているが駅から、 離れると初沢川沿いや斜面に住宅が並んでいる。初沢川の一部は休憩者地崩壊危険箇所に指定されている。また初沢川はしばしば氾濫しており、最近では2008年8月の大雨で土石流が発生し、高尾駅が冠水したことがある。そのため、砂防ダムの建設が進められている。住宅地の地下は2014年1月1日の 工事地下によれば、初沢町1429番64の地点で85,800円、平方メートルとなっている。江戸時代は上くぬぎ田村の一部である。元は浅川町の一部であった。障子に由来する。元は花沢と呼ばれていたがなまって初沢と呼ばれるようになった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。JR 高尾駅の所在地は高尾町である。JR 高尾駅によって高尾町と初沢町が分断されており、入場券を買って校内を通るか、駅東側の町田街道あるいは駅西側の初沢踏切を大きく迂回することになる。八王子市は周辺住民からの要望で、 南北自由通路の設置を検討しているが父として進んでいない。菅原道真像。ありがとうございます。